はい、皆さんこんにちは。本日はグランブルーファンタジーやっていきたいと思います。はい、で、まあ、今回の、まあ、テーマ、まあ、何かというとサプチケ何に使おうっていう、まあ、そういう話をしていきたいと思います。で、まあ、サプチケってまずそもそも何なのっていうところがなんですけど、このグランブルーファンタジーっていうのはたまにだよ、これすごい頻繁にやるわけでもないんだけど、このサプライズスペシャルガチャセットっていうのがあって、で、これについてるスペシャル交換チケットっていうのがあるわけですよ。で、これ何かっていうと、好きなキャラと一体ね、何でも一体交換できますよ。もちろんその対象になってるキャラとなってないキャラいるんだけど、なんか限定感あるやつとかになってなかったりするんだけど、その対象キャラと好きなやつ一体と交換できますよってチケットをね、っていう、そういうね、夢のようなチケットがあるわけですよ。で、まあぶっちゃけその、まあ、なんとなくまったりやりたい人とかはこのサブチケの時だけなんか買っとけば、まあ、それなりに戦力が整っていくんじゃないかというぐらい、かなりこのスペシャルガチャセット熱いわけですよね。うん、で、まあ、これを何に使うかっていう話ですね。で、まあ、いろいろいるのよ。いろんなのに使える。まあ、ちょっと僕まあまあ持ってる、まあまあと言いつつも全然なんだけど、持ってるやつは持ってるね。うん、こういう感じで。持ってるやつは持ってるけど、その、まあ全然、こう、端にも棒にもかかってない属性とかもあるわけですよ。うん。バンピーちゃんとかね。可愛らしいですね。はい。まあいろいろいるんだけど、まあ、そういうのをね、ちょっと考えていこうかと今日。で、まず編成を見ようか。はい。これが非属性ですね、僕のね。コラボキャラが割と多いから、そんなやっぱりさ、そんなバキバキに課金してるわけじゃないから、コラボキャラ、まあもちろんコラボ元が好きなのもあるんだけどね。まあ、テイルズ・オブ・デスティニーとか好きだし、っていうのもあって入れたりはしてる。スタンとかね。あと、まあ、ユエルとか強い。ザルハルミーダも悪くない。全然いいよね。強いね。で、ほら、ジミニとか入ってたりする。で、ゼタも最近出たかな。うん、だいぶ、激しめのアタッカーですけどね。はい。で、まあ、武器がまだ仕上がってなかったりするんだな。火はまだ結構いい、マシな方だと思う。うん。後陣、ついてるやつね。法人の後陣、ちょっと何言ってるか分かんないと思うけど。法人後陣つけなきゃいけないから、その武器を今揃えてるとこですね。島ハートっていう、ところを今僕は回ってるとこなんですけど。次。水。あ、これ武器だわ。まあランスロとかシャルロッテとか。シャルロッテ最近引いたから、あんま揃ってないけどね。まあリリー結構序盤に引いて、大活躍中ですね、リリーちゃん。はい。まあこんな感じで、使ってますよと。これ水。ちょっといまいちかなっていうのは水かな。土は結構引けてて、マキラとかね、最近の今年の、ね、鳥年のね、マキラとか。あとメル最近引いたね。確かに。で、サラはなんか前のサプチケかなんかで交換した気がする。やっぱ強いよね、サラはね。ガチガチ。でもアレティアとかもいるしね。なんか土に関してはあんまり心配してない。で、やっぱ土もさ、まあ島ハードとか、まあ割かし回りやすい、回りやすい目ではあるから、結構こんな感じで、揃ってます。ある程度ね。多分土が今一番武器とか、もうキャラとかも揃ってる感じはある。うん。これなんか確かでも SSR 一本、なんか一突、中途半端に一突してしまったという苦い思いである。ボレッとしてた。で、これ風。風もいまいちバラバラだよね。ちょっとこれ凄まじいな、この、揃ってなさ具合。あんまりさ、ティアマトやってないんだよね、正直。ちょっとティアマトももうちょい進めたいな。コルワ、ガウィン。この辺やっぱ強いですね。で、まあ、SR だけど、ミムルメゴルめっちゃ強い。ですよね。ゲージ減らしたりとか、ブレイク継続、まあ、延長か、とかついたりとか強いですね。で、こっちは、まあ、キャラ育ててる途中ですよね。ナコルルハオーマルとか入れたりして、まあ、最近今やってる、
サムライスピリッツのコラボとかね、手に入りますね。はい。まあこんな感じ。まあコルはいるから、まあ通常攻撃でぶん殴りまくるっていうスタンスだから、まあそんなに、まあ別にこれでも悪くはないとは思うけどね。で次、光。セルルアミラ。これ強いですね。でソフィアはちょっとやっぱ回復特化だから、ちょっとなんかいまいちこうしっくりきてない感じはある。現状ね。で、まあ、レフィーエとかかな。パーシバル多分レベル上げで入れてたな、これ。うん。で、武器はもうズタボロじゃなかったっけ？ズタボロだね。まあ一応ラファエルとかあるから、あれなんだけど、でもズタボロだね、これ。うん。まあなかなかやっぱ光闇は難しいよね。装備集めは。で、闇。バザラガ先生はもうだいぶお世話になってるね、僕も。最近引いたサルナーンのポテンシャルがいまいち分かってなくて、こいつ強いのかな、どうなのかなって、こう、おっかなびっくり使ってる状態ですね。で、エリーゼちゃんは、テイルズ・オブ・シリーズのキャラクター、コラボキャラですね。かわいいですね。さあ。で、まあこんな感じ。ヨハンは普通に手に入るやつ、イベントでね。うん。とかかな、ちょっとやっぱ闇弱えな、なんか。装備もひどいね。まあやっぱ難しいよね。光闇を集めるのは。はい。ということなわけですけども、今回ですね、僕が使おうと思っているのは、風属性ですね。はい。で、誰なのかと言いますと、戻ろう。やっぱ可愛いやつ欲しいよね。うん、可愛い人、やっぱあんまり男キャラに使いたくないっていうのはあるじゃん、正直。せっかく絶対手に、好きなの手に入るってなったら女の子の可愛いやつ欲しくなるじゃん。そこで私ですね、いや本当はアルタイルとかめっちゃ強いから欲しいよ。うん、アルタイルとかね、ジャンヌとかも絶対強いから欲しいは欲しいよ。パーシバルもそうだしさ。ペトラも強いよね。うん。ジャンヌ、フェリも強いよね。今回でも選ぶのは、ユイシス。ユイシスでございます。まあ、風のアタッカーとして、まあ、結構変則タイプではある、そのユイシスっていうのは。うん。これちょっと特殊で、フォームチェンジっていうね。のがあるわけですよ。これユイシスっていうのは。で、なんかその、フォームチェンジすることによって、爆発的に攻撃力が上がるとかね。まあ、結構バフかけていかないといけなかったりするんだけど、そういうキャラクターですよね。はい。やっぱ見た目、そして性能、ね。そのどちらも、まあ、見た目が8割ぐらいだけど。つか、本当はさ、マキラじゃなくて、このユイシス引く予定だってマキラ出ちゃったから、まあそれはちょっと贅沢だけど、まあでもやっぱユイシス逃したくないなっていう、引いときたいなっていうのがありまして、今回はユイシスで引こうと思います。お願いします。それではじゃあ、行きましょうか。じゃあユイシス、頼む。ヒールクーンをゲットしました。はい、これでユイシスが我々のね、メンバーに仲間入りと。はい、来た。編成入れるか、じゃあ。これで抜くのだったらミブルメモルでしょ。いや、ぶっちゃけめっちゃ強いけど、ミブルメモルは。うん、多分こういう感じ。ここにユイシス入れる感じ。どこにいる？ユイシス、この次かな？いたいたいた。まあまあ、おそらくこういう感じでしょうというとこですかね。まだ順番とかさ、あんまりあれだから気にしてないけど、多分こうだよね。うん。じゃあレベル1だからあれだけど。
じゃあもう一回スキルとか見てみようか。うん、これなんだっけ、フォームチェンジ、敵の探体攻撃を味方の代わりに受ける自分の非ダメージカット 70%、 魔王ギゲージを消費しつつもってことですね。フォームチェンジで攻撃力アップ、敵耐震ダウンに変化とかね、これが大事なんだね確かね、うん、っていうのを、覚えますね、覚えますね、つか、まあ、使えるわけね、これはもう覚えてるからね。はい、この狂気ゲージレベルとかがなんか結構、まあ本当だから特殊だね。うん、狂気レベルっていうのがありますね。はい、ということでこんなイーシスちゃんを新たに迎え入れて、僕はちょっと戦い続けようかなと。可愛いなやっぱこいつ、イーシス。じゃあ早く上限解放してえな。はい、多分強いと思う。なんかネタワルピリとセルぐらいのなんか威力出すって聞いたけど、うん、噂によるとね、うん、まあなんでちょっとこの可愛らしいユイスちゃん使いこなしていきたいと思います。はい、で僕、あ、ではちょっと最後にだけど、僕のさっきの状況ね、今のグラブルの状況的には、島ハード回りつつ、たまに、マグナ出す程度ですね。うん。でもなんか今、これぐらいが一番なんか強くなりやすい気がする。感覚的には。うん。なんかもうすぐだって、ね、普通に法人、法人 S の SR 落ちただけでも結構変わってくるしね。なんで、ちなみにだけど、まあ、シマハードはヨダルラーハで一発で終わらせてるけどね。なんかリバイアさんだけは、なんか一発で終わんないんだけど、他のは一発で終わらせてくれるから、僕はヨダルラーハで、シマハードは、ピュンって終わってるけど、うん、まあ、それが一番楽だよね。なんかサブチケとかさ、やっぱヨダルラーハをさ、一体一人目で取るか取らないかって結構違う気がする。僕取ったの最近だったからあれなんだけど、なんかもう全然、なんか段違いで周回が早いね。うん。ちょ、なんかあんまおじいちゃんみたいな感じのキャラとか取りたくないなとか思ってたけど、ヨダルラーハマジで強いね、やっぱり。うん。と思いました。はい。ということで、マグナ確定流しが僕の今のところの、目標なわけですけども、はい、まあ、コツコツ、グラブルってコツコツやんないとできないゲームだから、強くなんないから、一日の上限とかあるからさ、なんで、まあ、コツコツ頑張って、はい、ユイシスちゃんを眺めながらニヤニヤしながら頑張りたいと思いますんで、またじゃあなんかその時が来ればお会いいたしましょう。また次回もね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。